ドックリバースことグレン・アントン・リバースは、アメリカ合衆国、イリノイ州シカゴ出身のバスケットボール選手、指導者。2020から21シーズンより、NBA のフィラデルフィア・セブンティシクサーズで、ヘッドコーチを務める。ドックは愛称であり、彼が、ジュリアス・ドクター・ J ・アービングの T シャツを着てプレーした、ことに由来する。NBA 選手のオースティン・リバースは、彼の息子である。 1982年、バスケットボール世界選手権のアメリカ代表として出場して大会、マーケット大学を卒業し、1983年の NBA ドラフトでアトランタホークスから2巡目31位で指名されて NBA 入り。ルーキーシーズンから先発を任され、その後の7年間、怪我による離脱を除いて、アトランタの先発ポイントガードの座を守り抜いた。 リバースとドミニク・ウィルキンスのコンビはうまく機能して、チームは好調を維持し、1986から87シーズンにはリバース個人としても平均12.4得点10.0アシストの好成績を残した。その後、ロサンゼルス・クリッパーズ、ニューヨーク・ニックス、サンアントニオ・スパーズなどを転々とし、現役を引退した。オーランド・マジック1999年、 リバースの監督としてのキャリアはオーランドマジックで始まった。最初の年の好成績を受けて2000年の NBA 最優秀コーチ賞を受賞する。その後3シーズンをオーランドのヘッドコーチとして過ごしたが2003年シーズン序盤の19連敗の責任を取る形で解任された。ボストンセルティックス NBA のコメンテーターを務めた後2004年から ボストンセルティックスにヘッドコーチとして招聘された。2008年、セルティックスは、エースのポール・ピアースに、ケビン・ガーネット、レイ・アレンを加えて、強力なビッグ3を結成し、チームは大躍進を遂げる。シーズンを終わってみれば66勝16敗の、好成績で勝率。805はチーム歴代最高勝率となり、ファイナルでは、宿敵ロサンゼルス・レイカーズを下し、リバースは、 選手時代も含めて初めて NBA チャンピオンとなった。また、黒人ヘッドコーチとしては同じくセルティックスを率いていたケイシー・ジョーンズ以来22年ぶりの優勝コーチとなった。ロサンゼルス・クリッパーズ2013年ドラフト指名権とのトレードでロサンゼルス・クリッパーズのヘッドコーチに転身、ヘッドコーチ、球団副社長に就任した。 レギュラーシーズンを57勝のフランチャイズ記録で乗り切り、第3シードでプレーオフに進み、ファーストラウンドを4勝3敗でゴールデンステートウォリアーズを倒し、オクラホマシティサンダーとのカンファレンスセミファイナルへと駒を進めた。第5戦で逆転負けを決定づける判定に関わり、審判を批判するコメントを発表し、リーグから2万5千ドルの制裁金を課され、チームは 第六戦で力尽きた。2015年1月15日、リバースは副社長として戦力補強に乗り出し、フェニックス・サンズ、ボストン・セルティックスを相手に三角トレードを観光。ニューオーリンズ・ペリカンズからセルティックスに放出されていた、実の息子・オースティン・リバースを獲得し、周囲を驚かせた。ちなみに、NBA 初の親子高になる。ありがとうございます。